宿題また消すの忘れた。もう消して、宿題かっこ提出物ね。ピスピスありがとう。あれたら結婚したアフカです。 Thank you ミキヒラさん、ありがとう。したら結婚してフカですね。こんばんは。なんか斜めになるの嫌、嫌ですね。とってもこんばんは。お、ハッピーバースデー、キモコさん、キモさん、ありがとう。じゃあ誕生日だからこのイカあげるね。あれ、なんなくなっちゃった。音が、音なんなくなっちゃった。キャー、500回目、やばい。クマさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。キモさん、クマさん、ありがとう。ナオさん、ありがとう。じゃあラッキーアイテムはイカということで、今年1年のラッキーアイテムイカということで、じゃあ結婚してフカですね。ヤティさん、ありがとう。こんばんは。誕生日か、今日10月か、11月12月。自分も誕生日が近づいてきている。キャー、ここの髪の毛めっちゃ言うこと聞かんやつおる。うわ、おるな。こんばんは、こんばんは。ヒロさん、ありがとう。でもこの斜めになるの本当にいい加減にしてもろって。仕事やめよう、キャンセルしよう。キャンセル界隈、仕事キャンセル界隈。こんばんは、こんばんは。仕事キャンセル界隈は集合。こんばんは、こんばんは。まさきさん、ありがとう。髪切った？全然切ってないよ、全然切ってない。1ミリも切ってませんでした。髪切ったように見える？なんだろうね、これ近いさの問題かな、わかんない。あ、あのそれ、あのキンクです。今日ゲーセンで沼った、結構辛い。まあでもちゃんと撮ってるからいいんですけど。まあ、まあまあそういう日もあるよね、人間だものって感じ。めっちゃお腹ギリギリになる。まあ、前髪切ったように見えた？切ってないよ。0ミリ前髪です。いや、前髪切りたい。もうちょっとしたら切る。何ゲットしたの？うまい棒が大量に入ってるやつ。これは200円でゲットしたんよ。人間なものは大事。あとね、なんだっけあれ、ちょっと名前が出てこないんですけど、はい、あのね、関係ない。うん、それ見ててよ。リンゴさん頑張れな。どういうことそういう、あれ、そういう趣味ですか、名前。はい、ハマってる。じゃあ一生抜け出せない可能性が高い。それはサインボール、羨ましい、羨ましいでしょ。私も羨ましいから実家に帰らなければならない。実家に帰らないと見ることができない。でも今度フェスがね、山梨であるから、その時に見れるかも。実物写真撮ろう一緒に。え、千穂さんのね衣装でしょ、おされさんのやつ。なるさん、ありがとう。プリンみたいなやつ、あれ、プリンみたいなやつ、何、プリンです。はい、プリンみたいなやつではなく、プリンですね。メルドクってやつか。あれはあのパルコ、広島のパルコの地下にあるカフェみたいなとこの、なんか紫のカフェみたいなとこのプリン。ちょっと苦い系だった。苦いけど、コーヒーかな、苦いけど上のクリームでなんか中和するみたいなプリンでした。和成さん結婚してアフカーですね。ちょ、契約違反でした。はい、
斜め見慣れた、どういうこと、どういうこと。トマカズさんありがとう。神つや、やったね。なんか知ってる？そう、あれプリンみたいなものではなくプリンです、はい。あと抹茶、抹茶ラテみたいな、抹茶なんちゃらみたいなの飲んだ。え、確かに色味なんかちょっとさ、黒いよね、あれコーヒーみたいな味したもん。フラペチーノさんありがとう。だからかなって思って、だからそういうやつだと思う。苦いかったもん、入りにくいやつ、やばい。吉和さんありがとう。でもね、美味しかった。こんばんは、おやすみなさい。あれ左の髪、うんふん、こんばんは。なに、四国か、ありがとう。今日の実、あ、今日は実装お休みチャンネル。あ、ひなさんもね言ってたみたいにね、やっぱ無理したらいけないんですよ。できる時にする、今日はちょっとできない日だった。色濃いめやったな。そうだよ、煮込んだもん、大量に、永遠に煮込んで、もう味を染み渡らせたもん。え、ちいかわランドいいよね。今日ジョージのアイス食べた。え、なんか私が行ったとこジョージのアイスなかったから、普通のアイス食べた。ハロウィンみたいな、ハロウィンのやつ食べた。ん？ハロウィンカップみたいな。でもなんかなんだっけ、魔女のおやつみたいな、なんかなんだっけ、ヴァンパイアのおやつみたいな、なんかなあみたいな名前のアイスがあって、それ食べた。やっほー。そのショールームのアイスキャンペーンやってた時の特典の券で食べた。美味しかった、ありがとうございます。ありがとうございます、いただきました。こんばんは、こんばんは。いただきました。今日はチョコミント食べなかったの、珍しく。コットンキャンディーとなんかマンゴー味のやつみたいな、初めて見た、期間限定みたいな書いてあったから、それとそのヴァンパイアのやつみたいなのを食べた。いや、広島、うん、他の店舗で売ってるの見たことあるから、そういうわけではないと思う。なんか いいなね、なんかそう、マジでもう秒で新幹線に乗ったらしくて、買う時間なかったらしい。帰ってもういいようになったの、そんなことあるんだ。チョコミント食べたいよね。でも最近もうスーパーとかチョコミント売ってない。ハイタロウさんハートありがとう。この系やだ、結構結構やだ、こういうこういうことしてくると本当にやめてほしいと思う。ありがとうハート。あ、くしゃみ出る。わ、うん、え、ズッキーさんの本当に本当にびっくりしたよ。私は LINE が来て何事だろうなって思ったら、なんか送られてきた写真が。ハイタロウさんありがとう。なんかあのボールはあやみんさんが投げたボールっぽい。しかもサインボールってこんなんでじゃん、普通なんか普通のボールの大きさらしい。どういうことって感じ。レイさん結婚して、めっちゃ今肩ボキってした。背高いから取りやすかった説、それはある。でもさ、ああいうのってどこに飛ぶか分かんないもんね、多分。しかも後ろ向きで投げたみたいなね、となると、うん、ちょうどいい場所におったんやなって思って。やだ、この髪の毛、言うこと聞けますか。こんばんは。分からん、どういうタイプか。ふん、ふん、とに似てたら気まずすぎ。
おげさんありがとう、うん、ちょっと怒っちゃった髪の毛に言うこと聞いてくれんから。うん、反抗期、反抗してるこの髪は私から。ほら、あ、あ、あ、うわ、じゃあこの子が言うことを聞くまで。タンタンさんありがとう。あ、いいんじ、あ、うん、聞いてください、こんばんは、聞いてください、やばい、聞いてください、それでは聞いてくださいって感じ。なのにありがとう、ゆうゆうさんありがとう、それでは聞いてください。ゆうたありがとうと悲しらべびりこんなのやだ。てなかねさん、ゆうさんありがとう。あー、きます、ついてーでしてもこれは意味ないよ、ほら。サムさん、ハートありがとう。え、私髪に休みしか与えてないよ。デイプルさんありがとう。最近はね、肌にも休みを与えてる、よく。最近メイクあんまりしてない気がする。髪もそんななんかしてない。なんかさ、ポニーテールとかさ、髪結ぶ系の髪型とかするとさ、めっちゃ引っ張られてさ、髪、頭めっちゃ痛いんよ。超頭が痛くなるからさ、最近さ、おろし系の髪型にハマってる。だからてこさん、JPU さんありがとう。こう、おろしはさ痛くないけど、こ、高い位置とかにするとマジで痛くて、頭が普通に頭痛が発生するよ。あれ、あの、ああいう系の髪型すると、そう、マジで痛いの、超痛いの、あれ。もう痛すぎて終わった瞬間うわって取るマジで痛い、あれ。ひらさん、ハートありがとう。だからね、頭が痛くなりたくないときはおろしの、おろし系の髪型してる。こんばんは、こんばんは。クマさん、ヘア痛かった？クマさんは痛くなかった。あ、痛くなかった。だってあれは痛くて、引っ張られてるわけじゃないからすいませんでした、やばい、謝り出しちゃった。ママさんありがとう。で、なんかでも高い位置とかの痛い、でもツインテールも高い位置は多分めっちゃ痛いと思う。ポンさんありがとう。結婚して不可ですね。なんかハーフツインとかもめっちゃ痛い。ハーフツインとポニーテールはめっちゃ痛い。あと、あ、でもなんだっけ、あれ、ハーフアップはちょい痛ぐらい。ハーフアップはちょい痛。低めのツインは痛くないと思う。でもこういうことだもんね。これは痛くないと思う。あ、でも痛くないか、痛くはないかと思う。お団子は痛いやろ。お団子は多分痛いよ。本気でガッチガチにするんだったらめっちゃ痛いと思う。でも希望これするしか、ん？ん？ん？次、なんか髪の毛なんかするときいつだろう。僕体かな。じゃあ僕体の日はゆいたんの卒業公演だから、ゆいたんに聞いて、ゆいたんに選んでもらおう。ね、ゆいたん卒業公演やばいね。もうすぐじゃない？え、やばすぎ、普通に。やばすぎ。で、ナイトクルージング、福フェスか。来週？え、もう来週？ゆいたん卒業公演来週？やば、ガチ。今日14だもんね、だって金曜日だから、はあ、来週か。え、
辛いね。あ、オンラインお話し会でもオンラインお話し会は自前だからね、紙とかあんまりなんかできない。お話し会さ、お話し会今週、お話し会今週の公演が来週か。早いね、もう来週やば。ゆいたん、なんかなんだっけな、ツアー、瀬戸内ツアーの映像を見たんよ、さっき。なんかゆいたんが出てる件、あれなんだろう、山口かな、山口かわかんない、なんかなんかの件のやつを見たの。そう、ゆいたんって、ゆいたん、やめ、ゆいたんやめて。と言わなきゃじゃないのよ。今週ボーリング、あ、今週はそっちか、来週、あ、なるほどね。そう、え、誰がボーリング来るか分かんないんだよね、私一人しか分かんない。変な変換したよね、今。なんでゆいたんみたいな、投票日なんだ。なんかでもそう、今日ね服お買い物したりとかしたから、ちょっと何の服着ようかなって感じ。杉蔵さんありがとう。そう、わかんないの、スペイベ誰が来るか、一人だけ、なんかもう辛いもん。そう、マジで誰が来るのか。隣のレーン、じゃあボールを投げ入れよう、投げ入れて、あの隣からストライク取るって。 M さんありがとう、ハート。もう今週なのか、早いね。そう、かわいい服買った、秋とか冬かなぐらいのやつ。そう、アイス食べたの今日、嬉しい。そう、アイス食べたよ、コットンキャンディーとヴァンパイアのおやつってやつとマンゴーのやつ。 N4 さん、ハレオさんありがとう、を食べました今日は。え、この時計ね、めっちゃ聞こえるんよ、音わかる。キーヌさんありがとう、これはね、ニトリで、ニトリのやつ。実は違うレーンから、どういうこと、あ、違うレーンにいるってこと、違うレーンにいるんか。 D をピンにするボーリング、どんなボーリングやね、ちょっとしちゃうかもしれない。オグさんハートありがとう、重かったらモテないかもしれない、筋肉痛になりそう。え、マジでさ、ボーリング誰が来るの、なんかもう気まずいかも、どうしよう、ほんまに一人だったらもう辛い、もう逆に優勝して帰る、そんなの。金曜日、そうなのね、今月中に一回は一号の話し会に、あ、今月じゃなかった、今年か、目標一号のお話し会行って、普通に行って、本当に変装して会場に行く、変装してラボハタありがとう、アイスキャンセル会どういうこと。誰もいないかもしれない、誰もいなくて悲しむかもしれない。あ、分かってるんだ、逆にほんまにさ、誰、ちょっと、まあ、名乗り上げて、本当に。小木さんハートありがとう。みんな、え、ほんまに心配なんだけど、結構ガチで心配なんだけど、ほんまに心配なんですけど、田中監督でした、ありがとう。サンタ恥ずかしくないよ、実は別に、もう何も思わなくなってしまった、私はもう何も思わなくなってしまったんだ。でも大阪はね、サイン会があるから、サインしたい。いなかったら行く、じゃあ兼任して、普通に。ほんまに何、サプライズ計画企ててるんでしょ、ふーん、サプライズしようとしてるんでしょ。なんか怒ってんのしな、やっぱ思ってるんでしょ。そうやってサプライズしようとしてるんでしょう。
どうしよう、ガチ0人だったら、あ、0人じゃない1人だったら、そう、誰もいないサプライズかもしれない。スマホ持ってないの、スマホ持ってない人って結構もうこの世界にさなかなかいなくない？こんばんは。そう、知らない、え、ほんまに知らない。でも前回のスペイベの時は知ってた、誰が来るか、だってみんなが言ってたから知ってた。あ、大阪買って、サイン OK。 サインさ、わしマジ自分のサインめっちゃみんなにいいねって言われて嬉しい。こんばんは、こんばんは。じゃあもうボーリングどうだろう、得意かな自分。ちょっと大丈夫かもしれない。なるほどね、確かに。どんな人物やねん逆に。うわ、転勤？じゃあもう倒産です、それは。倒産でお願いします、倒産で。え、ね、今ひーちゃん配信してる？こんばんは。なんか今日ひーちゃんとゆうなに会ったんだよね、街中で。びっくりしちゃった。出張？ん？ゆいなと歩いてたらひーちゃんとゆうなに遭遇して、街中で。もうほんまにいい加減にしてって言って、集合しないでって言って、初サイン会。確かになんかもうほんまにいい加減にしてくれるって思って。勘弁してくださいって言って、そう、集合してびっくりしちゃった。勝手に集合されちゃってマジでびっくり、大爆笑した。おもろかった、さすがに、さすがにいい加減にしてって思った。こんばんは、マジでこれにおもろかった。うん、パートさんハートありがとう、ウステイさんありがとう。私ひーちゃんにねプレゼント買ったんだよ。だからひーちゃん今あの時渡せばよかったんや、もう集合でって。でもね、だから今日集合でって言ったら NG でって言われた。バードさん、キアさんありがとうって言われてしまいました。辛いです。ひーちゃんにお土産があるの。私はラボありがとう。いや、そうだよ、ゆなんとひーちゃんは公にしてないだけで、結構なので、はい、チクらせていただくんですけど。そうだよ、街中にいるんよ。で、街中でメンバーに会うことよくある。なんか配信終わった、うわ逃げたな。なんか前もリアチューとミューポンが一緒に遊んでるところに遭遇した一人だいたら、キヨさんありがとうりとか結構遭遇する。この前あと街中で歩く葵さんを見かけたりとかした。サラパセさんに会ってユイナといて、サラパセさんに会って走ってこんにちはって言いに行った。おだまさんにおしもし分がある。あ、そうなの、こんばんは。あと誰に会ったかな、あとは、でも意外といるんよ熟年夫婦。やばい、熟年夫婦ですか。でも今日はイケちゃんさんかっこ等身大パネルに遭遇したよ。やっさんありがとう、かっこ等身大パネルにね遭遇した。対決みたい、やばい、何対決、どっち、なんかお互いを知っているのは誰だみたいな、コンビ系
パネルとツーショット撮ったよ。メールに送った。わかんない、等身大かどうかはわかんないけど、そう、池ちゃんさんに遭遇した。今日はえ、イモスあったね昔。こんばんは、こんばんは。なんか壊れた。昨日壊したのは治ってないけど治った、治ってないけど治った。でもあの池ちゃんさんが歌うイメタウンのやつも、うん、聞けた。喧嘩中で気まずかった、やばい。あの時期ね、タペストリー、ああのわかるかも、見たことあるかも。なんか事務所かどっかに置いてあったの見た。眠たいけどお腹すいた。ちょっと今日ね、今日はペッパーランチ食べた。ペッパーくん、ペッパーくんじゃない、ペッパーランチ食べた。OK。そう、こあのコーン抜きでお願いしたね。抜いたコーンはゆいなにあげた。ぶつからないやろ、もう巨人やん、大巨人だと思われてるもしかしてですけど、こらしょ知ってるよそう、長崎ちゃんぽんと迷ったけどペッパーランチ食べた。ゆめさんハートありがとう。眠くなってきたけどお腹が空いたんだよ。でもからご飯食べて寝る。確かにホケラジね、けん玉ラジオだからけん玉乗ってるかわからんよね。しゅやきさんありがとう。私はもうけん玉上手なので、はい、ランキング読むか。ランキング読みます。10位がリンゴさん。読みませんよ、私はそういったトリックにはあの騙されないので10位キヨさん、10位デルピーロさん、12位ピースピース、11位なちゃまこさん、10位ああ危ない、10位ゆきひろさん、9位豊中のひろさん、8位みやてぃさん、7位はるおさん、6位あゆ太郎さん、5位とんさん、4位バードさん、3位ちごうさん、2位しこかくん、1位てきぬさん。ありがとう。そうトウモロコシ NG 人間なのでマージで NG。 ゼロタピさんありがとう、ありがとう。その英文を日本語訳したみたいな文章やめて本当に。うん。Is いちご my なんちゃらみたいな。もう楽しいさ、ありがとう。流行してるのやばい。そうなの。ありがとう。ではでは。告知やばい、告知しなきゃ。お話し会とゆいたの卒業公演と。あ、ナイトクルージング、みんなナイトクルージング来るよね。ナイトクルージング、あと福フェスと、あと山梨のフェス、よろしく。みんなナイトクルージング来るよね。ね、まめさんありがとう。来るよね、ナイトクルージング。おやすみ、おやすみ。みんなさんありがとう。みんな来るよね、福フェスも来るよね、みんな全部来るよね、全部待ってるよ。よっちゃわれフェスもよろしくね、来るよね。おやすみ、クルージングよろしく。